し、もうあなたもそっちが楽でしょうし、最悪だ腐ったみかん。最近の西村がさ、はい、あいつすごい頭がいいんだよ、 YouTube やってるんですかって言われて、何やってるんですかって言われた時に狙ってるやつだけど恥ずいんだよね。ラジオショーでしたけど、作家さんと一緒にみんなで漫才作るんです、はい、そうです、今日もだからラジオショー終わりに作家の子一人日本来てもらって3人でずっと作って、うん、考えてくれる人なんて多い方がいいんで、うん、あ、そう、はい、うん、それすごいね、2人きりでも嫌っすね、うん、あ、そうなんだ、はい、もうよっぽど切羽詰まった時ですね、2人でやる、聞いてくれるだけでもいてくれないと、うん、そうなんだ、うん、俺はでも俺もそうだった、もうとにかく2人でやるのが嫌になっちゃって、ああそうそう、時間とかがやっぱ大変になってきますもんね。それさ、作る時って聞きたいんだけど、どのぐらい持ってくるの、誰か、ゼロから始めるの、ゼロからがからですね、結構ゼロからって大変じゃない、大変です、大変です。でも普段時間かかんない、アンテナ張るみたいなの分かんないですけど、そんなんがもうできないですし、みんな世間の人できると思ってるよ多分。でもアンテナ張るというか、でもやってないくないですか、誰も実は。それってカッコつけてるだけ。あ、そう。いや、メモったりはしてるよ。そんなもんやってる人でもそんなに全回4回1回です。全員ゼロだ。四六時中お笑いのことを考えてんねんみたいな。うん、いや、四六時中我々のこと考えてなくても俺の持論は、うん、ゼロから持ち寄ったらゼロゼロゼロで終わるから、うん、あんまりいい作品ができないと思ってるの、うんうん、だからとにかく100ぐらい誰かが持ってきてくれたら早いんだけど、早いっすよ、うん、それはすっごい時間かかるじゃん、ゼロからの時すっごい時間かかりますね、確かに、すっごい嫌なの、それが俺はすっごい時間かかります、燃費悪いですよね、確かに燃費悪いでしょ、うん、でも100持ってこられたらもう俺は何も余裕はんっていうのもありますけどね、そんな頑張って作ってくれたら。でもゼロから始めた時ってどういう風に終わるかっていうと、妥協して終わんない、な、まあじゃあそれでいいかってなんない、ああ、だから人数がね、真逆のこと言うけど、たくさん人数がいればいるほど、そのなんか全員の妥協で終わる感じがするのよ。例えば5人いたら5人がおもろいってなっちゃうと、それは自分が100を面白いと思ってても20、20、20、20ぐらいになってる気がするの。あ、だから俺は自分が100を面白いやつをやりたいから、あ、だから多分ですけど、うん、1人で100をかける人が3人おって、うん、1つの100作ろうとしたら多分妥協せなあかんですけど、俺らはもう そもそも1人でかけへんっていうのがあるんで、その妥協とかじゃないんですよ、嶋佐が言うたアイディアが、あ、それでいこう、ありがとう出してくれて、俺が言うたやつで、あ、いやいやっていう感じですかね。でもアイディアだけでよくそれができるね、漫才なんか多分全体的な、なんていうんですか、好みというか、うん、なんか分かってくれてるし、うん、まあちゃんとそこは似てるんでチームが、うんうん、だからその単純に、あ、それ服、それ良さそうやねって全員なるんですよ、うん、その例えば1個、うんうんうん、アイディアとか題材が決まったら、うんうんうん、それ単純に膨らんでいく感じだから、妥協っていう感覚があんま分からんすね、はい、それはでしか、じゃあ俺たちだけだ、俺たちはとにかくゼロゼロで昔は土屋とファミレスがあるじゃない、はい、そしたら早くもう終わりたいになっちゃうの、めんどくさい、いや、なりますよ、ね、なるでしょ、そうするとなんか大体こういうのが今流行ってるぞとかで今の若手なんかみんなそうだよ、なんか、あ、まあ、ミルクボーイなんかバンってた時に、なんかこういう感じの方がウケんじゃないとか、うん、って なってこない、あ、それならへんかったな、確かに言われたら、ニューヨークはなってないからいいけど、うん、なってると思うよみんな、あ、そう、なるほど、確かに、だからとにかく分かんない、俺はなんかすごい自分が100やる癖をつけとくと、いや絶対そっちの方がいいですよ、量産できるし、はい、とにかく早く終わるみたいな、はい、でもう打ち合わせしない方が好きだから、もう土屋は何も知らないんだよ、うん、ネタなんか、うんうん、だからでもそっちの方が絶対、石田さんとかも新幹線の間でネタ書くとか言うじゃないですか、うん、
花輪さんもなんか ラジオちょっと早めに入って楽屋で書いてるとかおっしゃってるじゃないですか、うんうん、ね、そんなんもうめっちゃ羨ましいです俺らもう全然。そして土屋さんはどういう感じになってくるんですかそうなった場合。それはスーパープレイヤーですよね、そうなってくると。もうそれでこれ待って、これまた腹立ってこないです俺が考えてるのに。この話の展開として土屋がすごいってなってくるでしょ。あ、いや大丈夫です。もうそれが嫌っていうの俺何回も聞いたことある。断固反対です。いやそれはアナーさんの方がすごい。何にもすごくないですスーパープレイヤーに見せてるだけです。でも単純にそう、めっちゃ俺はネタ考えてない芸人はもう一番最高やと思うんですよ人生、うん、そんなストレスない。最高だよ。最高で俺らも思ってます。もちろん花の味方なんで安心してください、はい、でもそのなんて言うんだろうな、明日単独ですとかでネタ渡される人もまあ全然楽は楽ですけど、変なストレスもあるやろなとかはちょっと思ったりしますよね。もうそこはないけどね、うん、もう本当にそう言ってるだけで本当はないけど、うん、なんか結局だから向こうが作ってきたね、なんかやりたくない、まあまあ、そうっすよね。確かにそうです。人が考えたボケってやりたくなくない。あんない。あんまだから僕らは本当どっちも考えない。僕がこうツッコミこう言ってくれっていうのもありますし、俺がボケとか、そのだから確かに全然言えますわ俺ら、もしかしたら人が考えたボケ、もともとだガーが弱いんでしょうね、ネタっていうか個人のガーが弱いかもしれないです、うん、コンビとしてなんか考えてます全部そのネタも。キングオブコントの決勝戦でやった、はい、結婚式の予告。ああ、はいはい、ありがとうございます。あれはどうやってできたの。あれ作家さんみたいな。あれはでも俺なんかちょっと俺覚えてるんですけど、それこそね MBS のラジオの楽屋で作ってたんですよ単独前に、うん、で多分俺が結婚式の余興でなんかこうめっちゃ努力の後見えるもんやったらええんちゃうみたいなことを言うて、うん、でピアノとタップダンス言うてボイパ言うて、でもう3個目はなんか中国の雑技団みたいなのがエンチャーみたいなのを嶋佐が言うた感じですね。だから綺麗になんか2人で積み上げてったイメージあるんですよね、あれは。あれはそんな感じでした。あれってさ最初にさ、はい、あれ初めその余興してたんだっけ、初めて違う人たちが。いや、してない。特にしてないです、はい、それでは余興の見た感じで。あ、俺だからこの、あ、そうだ、おっしゃってたなんか、はい、ラジオで言われました。そうそう、俺ね、それがで、あれです、この後、嫁の友達が、うん、ハッピーサマーウェディングをどんどん薄になってまうやんけみたいなツッコミが一個入るんですよ。お前がこんなすごいことやったら、この後の嫁の、はい、俺は先にハッピーサマーウェディングでしたって言って、はい、あそっか、初め続いての余興はってやった方が、はい、途中でさっきの余興クソだなとかって、いや、あ、そうそう、原さんがおっしゃってました。はい、乗っかっちゃった方が良かったんじゃないかなと思ったんだよ、ね、ああ、なるほど。なんでこいつの凄さ分かんないんだお前らみたいな。ああ、なるほど。その方がいいかもしれないですね。そう、やっぱだからほら、いっぱいいた方がいいですよ。そしたらそれでやった。今俺ら普通にそっちの方がええかもって今なったんで、それでレベルアップするんで、それでやった方が面白いかなと思って今年じゃあそれで全然そっちで。そうだね、いっぱいいた方がいいね。だ今だよ、例えば今俺が種出してしまったから中国だけだなボケ言って構造を原さんに言ってくれた気持ち。普通さ、それでいいですってなんだかね。いや、そうじゃないですよって言わない普通。いやでもその方が確かになって、どう考えてもみんな思いますもん今のは。好みというかそこはもうそうなってくる好みですよね。その立体的な奥行きも見せるんやったらそっちの方がいいけどとかになってきますよね。パーンって受けるのはもしかしたらこっちなんかなとか、こう話し合いじゃないですかそこは。確かにね。でも今日剛さんがさすごい漫才の話してたでしょ、はい、なんか2分だけアドリブでやったらどうやら、あれすごいよね。いや、あれは正直だから、あれも俺は途中からもオリンピック選手の話聞いてるみたいでした、うん、確かに種類が違うね、うん、もうちょっとこのやっぱ中川家やなっていう感じしました、うん、なんかめっちゃ短距離速い人みたいな感じだよね本当に瞬発力もっと肘振ったら速なんだみたいな。いや、そういうことじゃないけどなって。15分のね、10分で15分のネタできるんだよね多分。なんかそうですね、はい、ね、それはすごいよね。なんかそうですね、もうその漫才と普段のやっぱ延長線上にすっごい漫才があるからできるというか、やっぱ俺らネタの中に何つうんですかね、
あの感覚はちょっとやっぱもうなかったですね、俺らに。すごいなって思いました。その本当1,2,3 やり取りくらいですね、やっても、うん、別に、うん、その2分間アドリブでずっとで、うん、とかはもうできないですよね。アドリブとか言うこともあるんだ。それはだからその死後みたいなのいるだけですよ、漫才とかに言ったらイメージとしては。なるほどね。一瞬ちょっとだけとか、そんなもん、うん、ずっと後半はずっとアドリブで爆笑取ってたなみたいな、そんなんないです。そんなん絶対ないよね、うん、ないですかね。でもなんか最近やっぱり40過ぎてから変わってったよ。はいはいはい、なってくるよ本当に。ああ本当になってくる。俺ももう絶対できないと思ってたけど、絶対できないっていうか、そういうのあんまり好きじゃなかったんだよ。それおっしゃってますよね、そのカチッとしてる感じやったって。う、うん、もうなんか変わってくるやっぱ、あ、好みが、うん、あ、でも俺らは別好みじゃないこともないですよ、そういう漫才、うんうんうん、なんか憧れますもん、ちょっとアドリブでこう、うんうんうん、やるとかは、うんうんうん、あと寄席はもうそれこそなんかめちゃくちゃ舞台数多いんで、うん、全部が全部カチカチだとちょっとだるいっすよね。そうでしょ、なんかちょっとこれ練習だと思ってやってるから、ね、その劇団員みたいになってきますね、うん、そのカチッとやりすぎると、うんうん、だから申し訳ないけど何にもそのな心こもってないわけじゃないけど、うん、なんかあのやっぱりリラックスしてやりたいんだよね。そうですね、うん、はい、そうなんだよね、うん、だから多分 M1 とかも本当はリラックスしてやった方がいいと思うんだよね。そうですね、まあ、そうですね、そう、はい、そう思わない。俺なんか M1 の時だけすごいことやろうとするみたいな、うん、確かに、確かに、そうですね、そんなことできないじゃん、はい、ただセットがすごくなるだけで、そうですね、俺たちやること変わんないのに、うん、なんかあの日にあのセット見せられたら、うん、今からとんでもないことを俺たちやらなきゃいけないと思っちゃって、うん、みんなガチガチになっちゃうんだけど、そうですね、なるほど、そんなに変わんないのかなって思う。そうですね、それができたいですけどね、やっぱ予選からもガチガチなんで、うん、こっちは偉いもんね。誰一人としてやってる人いないですもんね、やっぱこと M1 でそのリラックスしてそういう風にまあ時間が短いからね。あ、まあそれもありますね。まあまあそれもありますね。でも確かに思いますね、 M1 とかでなんか楽しく漫才できたら最高やなとは思いますけどね。結構ゴールっすよね、そこまでいけたら。その聞きたかったんだけどさ、はい、そのテレビのさ、はい、なんか冠番組持ちたいとかさ、はい、そういう夢とかあんの？ニューヨークって。でも、うん、そうですね。今まあね、初めてこうレギュラー番組みたいなのもやらせていただいてんだけど、テレ朝？そうですね。とか、そうですね、冠みたいなのもテレ朝でそういうことさせてもらったりしてますけど。そうですね、夢っていうよりはもうとりあえず行けるとこまで行ってみようかなって感じですね、うん、なんかまあそうですね、やったことなかったんで単純にありがたいなっていうのと、まあ今までにないかったんで、うん、まあそれは本当、まあそれ、はい、それするためになんかこう肩肘張るのはあんま向いてない感じしますけどね、こう天下取ったりするためにグワーってこうやるのは。そうなんだよね、うん、昔と違うよね多分ね。そうですね、そうですね、実際じゃん、さんまさんとダウンタウンさんだけだってさ、長尾さんね、お金持ちはね、本当のお金持ち思ったのと違ったよね。え、それ花輪さんでもそう感じてるんですか？だってなんて当たり前じゃん、浅草行ってさもう全然違うし、思ったのあ、そのあ、自分の芸人のあれはそうですけど、その、ま、なんていうんですか、世界ごと違いました、思ったのと売れた後の世界。いやいや、 もっとなんか26歳ぐらいで、うん、お笑いの番組をやってると思ってたよ、あ、子供の頃は。こんな違うんだって未だに思うし、うんうん、芸能界もなんか違いました、想像と。当時と今って変わってますよ、やっぱその。あ、そうだね、売れてる人だというか、うん、芸能界の。でも、うん、ナイツさんが売れた時からもうだいぶまた変わってますもんね、と思うんだよね。いや、そうやと思いますよ、うん、変わってますよね。それはどんな感覚なんですか、テレビに対する感覚というか。だから昔ほど、うん、なんかあんまりその
出たいみたいのって多分みんなないんじゃないかなって、まあぶっちゃけそれはあると思います。なんかあるよね、うん、メジャーリーグはテレビみたいな感じじゃなくなってるかもしれない、ね、ちょっとね、はいはい、単純に出たい番組がやっぱりこれ絶対出たいっていうの今分かってないんじゃないですかね。まあネタ番組出たいなくらいじゃないですか。あと本当に、うん、ね、でもなんか知らんことが今一番テレビが多いんで楽しいって感じですね俺は。そうですね、ミーハーな、楽しいけどさ、はいはい、楽しいんだけど、うん、俺多分まあよく話すんだけど、うん、その考える人の方が楽しくなっちゃってて、うん、芸人の方があんま楽しくないと思うんだよね、うん、要するに企画考えたりするの方が楽しいじゃん。なるほど、なるほどね。芸人って面白いことを考えるタイムから芸人になったのに、いざ芸人になったらこういうことやってくれとか、めっちゃすごいっすね。確かにそうそう、こういうことを言ってくれとかってなっちゃってるから、うん、あんま楽しくないんだよね実は。なるほどなるほど。だからあんま脳使ってない日とかありますもんね、一日テレビ出てたけど。この前もなんかこうやってなんか判定していくみたいのも、なんか6番目で俺が最後、はい、結構厳しめでなかなか認めないでくださいって言われてたの、はいはい、そしてその前になんか出てくるパネラーの人たちがみんな反対しちゃって、はい、俺どうしたらいいんだろうと思っちゃって、はい、でもなんかすごい打ち合わせの時に花輪君は絶対反対してって言われるから、反対みたいなキャラだったらそこは違うでしょみたいなさ、どうしたらいいの。めちゃくちゃ、だから初めからもう好きなようにやってって言ってほしいのに、あ、なんか番組の演出の人ってさ、こういうスタンスでお願いしますとか、はいはい、こういう役割でお願いしますってすごい言うじゃん、うん、すごい 言ってくんのよ。めっちゃわかります。でそれでうまいこといかんかった時ちょっとなんかこう腹立ったりして、でももしかしたらめっちゃ才能あるやつやったらこういう時もうまくやるんやろうなみたいなこと考えてもらう時ありますけどね。こういうややこしい演出とかされても多分うまいことやるんやろうなみたいな。まあだから実際出てみてなんかそこがすごくあったね。2008年ぐらいにテレビ出始めた時に、あ、本当になんか思ったことあんま言えないんだって思ったのが一番つまんなかったね。あ、こんな言うこと決められちゃうんだとか、そうですね、うん、スタンスっすよね。そういうことスタンス、噛みついてくれなのか守ってくれなのか分かんないですけど、うん、でも今思うとそれがテレビなんだし、うん、多分見てる人はそれが楽しいんだと思うんだけど、うん、やっぱりなんかちょっとそれが子供だったのかな、うん、やっぱり楽しくなくて、うんうん、まあ、でもなんかいつの日からかもうなんか解き放たれてる感じするじゃないですか、花輪さんとか。いやいや解き放たれてないよ、解き放たれてまあないよ。 もっと多分うまくやれれば、うん、もっと結果残せてるんだけど全然うまくできないからそれが、そういう感じしか自分では、うん、めちゃイケとかもさ一番最初に出た時にさ、そのあ、めちゃイケじゃねえ、あの笑わず嫌いように出たんだよ、はいはい、あれめちゃイケの中めちゃイケの方で、それであの阪神の千秋さん、はいはい、ここりこの遠藤さんの、はいはい、千秋さん阪神すごいファンで、はい、話します。で俺は巨人ファンで、はい、それで千秋さんと一緒に対決するみたいなことだったんだけど、はい、それでなんかすっごいスタッフさんに6分ぐらい経ったら巨人の話してくれみたいな、はい、何分とかまで言われるんだよ。なんでそんな細かく言われるの。すっごい嫌で、それでなんか本当に時間をなんとか見てしたら今行けみたいなさ言われる、うんうん、巨人ですよね、うん、つったら、うん、多分千秋さんは千秋さんでなんか打ち合わせしたっぽくて、いや阪神でしょみたいな感じで、うん、そこからなんか阪神と巨人のプロレスみたいなのが始まってくるわけ、うん、やってて全然楽しくない。全部言われた通りやってるだけだから。ああ、分かります。ロボットだからさ、だからもうそうですよね、喜びとしてどうですか、ちゃんとできてますかってとこだけですよね、こっちからしたら。ただ放送見たらめちゃくちゃ面白いんですよ。ピリつく編集とかになってて、はい、頭の中でできてるんだあの人たちは。ああ、だからどっちがいいのかってことよ、これ。芸人はそういうことをやりたかったんじゃないのかって。ああ、
そうですね。なるほどなるほど。それが唯一できるのが舞台なんじゃないのか。うんうん、そうですね、うんうん、舞台だけは4分5分何やったって文句言われないし、そうですね、好きなことできるんだから、うん、もっとみんなわけわかんないネタやっぱりやった方がいいんじゃないのかって思うわけ、うんうん、なんでそこなのになんか制約されたような、うんうん、誰なんか合わせに行ったようなネタやってんのかって思うわけ。もうそこだけは唯一なんかスタンスも何も決められない自由な時間だから、うん、もっとわけわかんないことやっていいんじゃないかって思う、常に思ってる。それは、うん、確かにそうですね、うん、確かにそこは気にせず作っていますけどね単独とかも。そうそうそう、確かにテレビとかでその飯とかよう食べるじゃないですか、食レポみたいな、もう、もうでもうまいしかないのになんで食わなかったのとかちょっと思うんですよもう俺は今からこれ食ってうまいって言うんやけどと思いながら食うてますもんね。まずいって言ったのかなみたいな、だからこれ意味あんのみたいな、もううまいって俺言うの分かってるやろみんなもとかたまに思い出したら、なわけわからんなります。そうです、はい、だから 向いてないですもん。いやいや、お兄さんみたいなこと言われて俺やめさそうとしてるやないですか。同じタイプ楽なんですけどね、全然その楽したいんで、別にそのもちろんその面白いのがあってもいいと思うんですけど、あんまりそればっかりありすぎるとやっぱ結構きついじゃないですか、芸人同士で戦わされる現場、ひりつきますけど、うん、やっぱもっと楽したいってなりますから VTR 見て、はい、うん、あの女優さんとかもいて、まあな、でもそれが別に、うん、飽きはしそうじゃない、ずっとそれやっとったらっていう感じじゃない。そこで俺は、うん、あ難しいな、でもあそうやね、だから MC 張ってる人はすごいですよね、何十何年とかも、うん、本当に鉄人だと思う。それこそだからもう無理よ、俺はもうそこは無理やなって思ってるし、ああ、うん、そうですね、もう無理、本当にだからすごすぎて皆さんが太刀打ちできないんですよ、だからやっぱ浅草の漫才師とかって言って、はい、なんとなくこう自分の価値を高めてるだけ、はい、だけなんですよ、はい、僕ああ。私はもういろんな仕事ある中で楽しいことを残してってる感じですか、うん、こう年取っていくにつれて。ああ、でも楽しくないよ何もどういうことですか。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 怖い、全部なんかもう仕事になっちゃってるから。あ、楽しくない、楽しくはない。宮本慎也さんも言ってたけどね、現役生活楽しくなった。俺は宮本慎也さんも野球を楽しめって言われたけど、そんな楽しいことなんか一回もなかった。俺も同じ。でも楽しくないにしちゃサボってなさすぎません。その、うん、だって仕事だから。だって金にもなってないし、ドラマ31本見てるのも仕事だから。だって増やしてるじゃないですか楽しくない時間を。 YouTube やったりだから全部仕事なんで。いや金なってないでしょ。ええことやってるじゃないですか、それやとしたら。え、めっちゃなんか難しいな。俺もやっぱそういうことよく考えてまうんで、うん、俺はだから65歳だったらもう絶対やめるって言ってんの、うん、ああなるほど。だってもっといろんなことをやりたいし、うん、もっと手前でもいいですよ、温泉とか行きたいし。いやいや、そうなんですよ、そうなんです、俺らもそうなんです、うん、人生損してるもん、はい、そうなんですよ全然休みないしさ。そうです、はい、鉄人がなんか人間の顔になってきたぞえ、でも65長ないですか。もうだいぶ働く。 65? はい、そうだね。でも家のそのローンとかもあるしなんかあの現実もであのコンビ同士の子供のこととか、あ、いろいろ考えたりもする。あ、じゃあ普通いわゆる定年のちょっと長い65でしっかり。うん、まだ65でもだってあと10年ぐらいは。多分55だと暇すぎちゃうと思うんだよ。あ、確かに55は早くて。だからそうですよね、あ、もうちょっとなんかまだ笑いたいなって思っちゃってると思うんだよね。あ、そこまでも想像できるんですね。 それだからやめないんだと思います。やめなさすぎますもんね、やっぱ大金持ち兄さんが。あと漫才協会の師匠を見てると、大体65ぐらいからみんな仲悪くなる。で、相方がだんだんどっちかが体調悪くなってくる。ああ、それはしょうがないですね。でコンビってやっぱ2人でしかできないから、うん、もうもしなんか土屋が体調悪くなった時に、うん、結局もうできないから何にも、うんうんうん、その時にもう65って決めといた方がいいかなと思った。うんうん、なるほどなるほど、うん、なるほど。65、
65いいかもしれないですね。あと立たなくなるんですよみんな60。ああもうそういうあれもないし。でも65まで今のペースで走り続ける感覚ですか、うんうん、まあまあでもそれ考えたんだけど俺今43でしょ、うん、22年でしょあと、まあ、で月あの年だから独演会やって1年に10本ネタ作るでしょ、はい、独演会新聞、うん、220本でしょ、はい、だからもう今月だけで220本作っちゃってあと何もしないとかも考えてるこの考え方。いや多分でも人が作ったネタやりたない人は20年前作った自分のネタ やりたくない多分やりネタとして、はい、絶対嫌です。でも究極そうなそのぐらいの考え、そんなみんな先がないから、うん、莫大にやらなきゃいけないと思ってる、はいはいはい、だけど何歳までやるって決めちゃった逆算したら確かに何本作るって決めちゃう。220本って考えたら確かに頑張れそうですもんね。言っちゃったらどうですか。もうそれ決めてもう220本作りました。もうでそれをシリアルナンバーみたいなの入れたらいいじゃないですか絶対もう作りましたで65歳までに下ろしていきますってもう宣言しちゃっていや絶対新しいネタやりたくてまあ自主ネタはできないです。自主ネタはできないけどでも楽考えた方が楽。なるほどなるほど、ね、確かにネタ作りは、うん、大変ですもん。確かにすいませんめっちゃ長なってしまいました。ありがとうございます。ちょっとまたぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでナイツの花輪さんでした。ありがとうございます。